皆さんこんばんは、まみみんみんです。このチャンネルは私が実際に購入したお洋服を着用してレビューしていく動画になってます。今回はダジーストアさんで青の V ネックタイトニットワンピースを購入しました。約2300円ぐらいですごく安いです。カラーは2色展開で、こちらの水色とベージュの展開になっております。今回はご覧の通りイオンモール武蔵村山というところにやってきました。ちなみに閉店後になっておりますので人通りは少ないです。ここにやってきた理由は、東京の中で一番大きいイオンモールってどこだろうって検索したら、イオンモール武蔵村山がヒットしたのでやってきたっていう背景になってます。本当に広くて、約一周して動画を撮影してみました。今度はお昼間に来て中も散策してみたいです。さあ、愛車のベンツくんとも今回はパシャリ、久しぶりの登場です。さて皆さん、このお洋服のご評価はいかがでしょうか。あまりこういったくすんだブルーのお洋服を着ることがないので、私にとってはとても新鮮です。がっつりボディラインの出る仕様になっているので、太ることはできないですね。やっほー。最近は少しちょっとムチッとしてきた気がするので、そろそろ全身測定でもしてみようかなと思ってます。さあ皆さん、見てくれて今日もありがとうございました。では皆さん、チャンネル登録と高評価も忘れずによろしくお願いします。最後はオフショットで締めます。今度こそバイバーイ。